これから、炭酸水、炭酸入浴の、入浴剤を作ってみます。まず重曹が、大さじ1杯。よいしょ。次がクエン酸が小さじ2杯ちょっとかけます。よいしょ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 。クエン酸これが、小さじで2杯よいしょ。小さじこれで1杯目。塩これがお刺身に入る。よいしょ。でお刺身に入る。はい、もう一丁に入る。で、あとはちょっとシェイクしましょう。混ざってるかな。これでうまくいけば、化学反応で、炭酸入浴の温泉みたくできるはずです、はい、並々と、注いだ、お風呂に、先ほどの、炭酸の混ぜたものを入れてみます。さて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 、こんな感じになるかな。おーおー、おおおおおお、なんか炭酸っぽくなってますね。どうでしょう。後で入って感想をちょっと確かめてみます。はい、入ってきました。水滴が垂れているのは汗です。この、すごいクール感があるというギャツビーのクレイジークール絶叫クールをつけても、正直まだかなり熱くて汗だらだらです。すごい効果ですね。泉質はどちらかというと、温泉みたいな感じで、肌を触るとこうぬる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 するような感じですね。とっても保温効果があると思います。材料費も、1820円ほどドラッグストアで重曹と、クエン酸と、お塩ですね、買ってきました。これで多分100回ぐらい利用できますんで、まあ、1回あたり20円ぐらいと大変お得な、入浴剤になるんじゃないかなと思います。以上、終わりです。